コーチが何を信じてるかです。で、僕はね、問題は存在しないと思ってます。いや、そんなことない、問題はあるんだと思うじゃないですか。問題ね。で、目的に気がついてないんです。本当の目的何なのって目的に気がついたときに、よくよく本来の目的に気がついてみたら、今の問題なんか業者と揉めてるとかなんとか、もうどうでもいいんだと、あ、もういいねで払ってやるよで終わっちゃうことだってあるわけです。こんなことは本来の目的からしたらどうでもいいことだから、これに関わってる方がもったいないと。何を俺悩んでたんだろう、バカみたいと。いいよいいよって、いくらだったら通るの、あ、もうそれでいいよって言っておしまいにしちゃったっていいんだっていうふうに問題自体が消えちゃうことがあります。これのことを問題が解消するって言います。解決したわけじゃないんだけど、どうでもよくなっちゃうってことです。で、大きな目的に気がつくと、実は問題自体がどうでもよくなることもあります。で、こういうことはおいおい学んでいきます。もう一個、そうならない場合もあります。例えばね、コーチング全然うまくいかないんですと、こう言います。で、あ、そうなんだって、どうなりたいの、本当はどんなコーチになりたいの、大地さんみたいなコーチになりたいんですって言ってくれるとするじゃないですか。で、あ、そうなんだって、それはどうしてどうしてどうしてってこう聞いてって、でね、そう、コーチングで、ね、例えばどういうことが起こるかっていうと、大地さんみたいにコーチングがしたいんですって、でどうしてどうしてってこう聞いてってね、自分はこんなところでこんなコーチングがしたいとこうのこうのって話するじゃない。で、本当の目的聞いていくわけ。大地さんみたいなコーチになりたいは本当の目的じゃないんですよ。大地さんみたいなコーチになりたいとりあえず言ってることにすぎませんから。で、よく聞いてみると、例えば自分は今いる学校でこんなことがやりたいとかね、アスリート相手にこんなことがやりたいとかっていうことが出てくるわけで、出てきた時にその目的が明確になったら、まあなんかコーチングうまくやうまい方がいいんだけど、で、できてないの問題とも言えるんだけど、コーチはこういうことを考えるわけ。次に、じゃあその目的が十分に満たされてるのが10点だとして、今何点ぐらいできてるんだろうかってことです。今例えば3点分できてるとするじゃない。でね、3点分できてるとしたら、全部が問題なんじゃなくて、できてるところとまだできてないところがあるってことです。これ分かりますよね。で、できてるところのことを我々はリソースというわけです、ね、そうするといいですか、目的が明確になって、ね、あ、こういうふうになりたいんだっていうのが明確になったら、そこと照らし合わせて、ここの部分はできてるなっていうことに必ず気がつきます。で、そうすると問題の一部がリソースに転換したわけです。で、まだ問題残ってるじゃないかと、7点。違うんです。リソースが出てきたら、これのことは問題と呼ばないんです。これのことは何かっていうと、課題って呼ぶわけです。いい、目的が明確になったら、全ての問題は1パターン1解消してしまうか、どうでもいいことになってしまうか、どうでもいいことにならなくても、全ての問題はリソースと課題とに分割されてしまうわけです。すでにできていることと、これから取り組んでいくことに分割されてしまうということです。で、我々はそういうふうに世界を見てるんです。だから、何が原因なの、何ができないのって聞かないわけです。目的は何なのって聞くわけです。目的は何なの、先延ばしが問題だとしても、目的は何なのって聞くけど、目的聞いたら、実は問題自体がどうでもよくなっちゃうことがあるからです。で、問題自体がどうでもよくならなくても、今度はリソースを聞くわけです。すでに少しでもできているところは何なのってことです。目的に照らし合わせて、すでにできていることは何なの、アッキーナの話でも、これはできてる、これはできてる、これはできてる、あ、そうなんですね、すでにできていることと、これからやることがあるんですねっていうことです。で、我々はこれからやるいくつもいくつものものの中で、それをステップに分けていって、で、最初の課題、最初の一歩っていうものを作るわけです。で、ここを分けてあげないと、やることがいっぱいあるから、課題が山積みで苦しくなるわけです。あ、こういう課題があって、最初にやったらいいのはこれなんだねって、これができたら次がこれが課題なんだね、次はこれが課題なんだねっていうふうに、どんどんと分割をして処理をしていくから、処理ができるんです。ほとんどの人は全部が問題だと思って圧倒されてるわけ、目的を忘れちゃってるわけです。目的に気がついたら問題が消えちゃうこともあります。消えなかったとしても、目的に気がついたら、今度はできてるところを探して、それを足がかりにしながら、さらにどんな課題があるのか、もうこれは問題ではなくて課題ですから、で、一番最初のステップは何か、やったらどうなるかっていうことを考えるっていうのが、我々の根本的な発想の仕方です。牛1頭どうやって食べたらいいかっていう問いかけがあります。牛1頭どうやって食べたらいいかね。どうやって食べたらいいと思います？一口ずつ食べるしかないんです。当たり前ですよね、丸飲みはできないです絶対に。牛とどうやって食べるかって、一口ずつ食べるしかない。で、そういうことはどういうことかっていうとね、とりあえず今日食べられる分だけ出して、あと冷蔵庫にしまっとかないと腐っちゃうわけですよ。冷蔵庫にしまっとくの
それ腐っちゃうんだから、そういうことで、まず食べたいところとかまず食べれるところっていうのから食べ始めるわけです。でしょ、今だからすごく元気でエネルギーがあったら食べるのに力がいるところを食べるかもしれないし、今弱ってたら少しずつ簡単に食べれるところから食べるしかないわけです。一口ずつしか食べられないんです。僕は社会人になってから得た一番大きな教訓は何かって言ったら、新人の頃にすごいバタバタ仕事してたら上司に怒鳴られたんです。おい宮越、バタバタすんな、お前には腕2本しかねえんだぞって言われたわけです。それはそうです、腕2本しかないの、2本の腕でできることしかないんです。あとは置いとくしかないの、一個一個やるしかないの、全部運べないから。全ての問題はリソースと課題に分割されます。そして課題は順次一口ずつクリアしていくしかないものです。で、我々はそれを知って一個ずつクリアしていく喜びとか手応え、そしてそれがどこに結びつくのかっていうことを常にね、その目的が叶えられるってどういうことなのかっていうことと、今現実にやってる行動と結びつけながら、本人が勇気を持って自分の目標に向かって進んでいく、目的を叶えていくっていうことを支援するのがコーチだっていうことです。だから我々は目的論で考えたい。目的論って何かって言ったら、目的とすでにできているところと、そして次のアクションについて考えるっていうのが目的論だっていうことです。感想タイムです。どうぞ。